こんばんは。こんばんは。ご無沙汰です。ご無沙汰してます。久々ね。久々。本当久しぶり。いつも菊池に来てくれてありがとうございます。いやこちらこそ楽しいつも楽しんでます。ありがとうございます。いやこれあれだな、改めてこのテレビネーム緊張するねこれ。な緊張する。なんか変な感じ。いつも話すとき基本酔っ払ってるもんね。そんなことないでしょ。あ、剣道やってるときは真面目だけど、オフのときはいつも飲んでるもんね。うん、あそうだね。うん、まあ。楽しんでますよね。剣道も楽しみ、うん、ね。今どうやってます。稽古は再開してるのかな。うん。剣道はもうだいぶもう熊本の方は再開してて。で、今週末、大会の大会が準備されてるから、もう3年生の個人戦だけなんだけど、うん、企画してもらって、大会があるから、それに向けて最終調整って感じ。ああ、よかったね、でもね。うんうん。あるのとないのとじゃ全然違うからね、やっぱり。うん、今、そのコロナの対策みたいなやつで、なんか研究してるんでしょ。まあ、尾形さんのことやから。そうよ。そうよ長くなっちゃうよ。いいの長くなっちゃうよ、いいの。あ、いいよいいよいいよ。え、マスクとか作ってんの。何それ、どんなやつ。面マスク作ってんの。面マスク、うちのね主人がね、うん、なんかこうやっぱすごい暑いのよね、マスクしながら剣道するの、うんうん、だからちょっと鼻開けていいっていうことだったから、このほら鼻開けて、おお。そしてでこれぐらいしか実際ほらね、うん、なんかこうかぶさってるからこんぐらいでいいんだよね、うん、マスクって、うん、だけどこうベローンってなると全部塞がっちゃって苦しいから、うん、ちょっとワイヤー入れてくちばしみたいにこう、そんなやつを作ってんだよ、ほらマルシン、もうかわいい、さすがやな。そう、もう熱中症対策をしないとね、もう剣道どころじゃないからね、快適に、ね、より快適に剣道ができるようにって工夫してやってる。わあ、さすがやね。いや、ものづくりが好きなだけ。そういうのほんまに得意よね、デザイン含めて。いやいやいや、まあね、なんか、うん、楽しくやってます、そんなのも。うん、ねえ、なんか久々やから緊張するわ。いや、今日ね、まあ、前に連絡させてもらって、まあ、早速、剣道カフェに参加してもらって、ありがとうございます。ありがとうございます、こちらこそ、お誘いいただいて。いえいえ。もう本当、すごい。いや、すごいメンバーが、剣道カフェに出てるから、需要があるのかなと思って。あ、いえ、たまたま、いろんな、こう、まあ、中で、やっぱりこう特にこう今年の、まあ、上級生が試合も出れなくなったりとかしてるんで、まあ、何かちょっとでもこういう時にできることないかなっていうことで、たまたま相談させてもらった人たちが、まあ、PA の先輩であったり、そういうつながりで、いやーすごい、やっぱり本当にすごい人脈で。いやだからそんななんで本当に私なんかが入ってきて、まあ箸休めですよね、でいいんです、ほんと同期がね見てもらったら。違うよ、尾形さんは今回剣道カフェ初めての女性出演ということで。本当、うん、うわー、なんかすごい人連れてきたらよかったのに、もう、ね、全然や。尾形さん改めてこの前経歴見してもらったけど、もうすごいやん。いや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 、まあ過去の話だから、全然。いやいや、過去とか関係なく、だって、僕らの同期でも、7段一番初めに取ったでしょ。いや、一番初めかどうかわからないけど、取らせていただきました。ねえ。私は、去年、10年ぶりに6段を、初めて受けまして、やっと素晴らしい。素晴らしいですよ、ほんと。頑張りますね。頑張りましょうね、一緒に。はい、ですね。
や、それでね、尾形さんの、経歴見してもらって、いろいろちょっと聞きたいことがあって、で特にまずね、興味を持ったのが、中学校で、まあ、全国大会全中優勝して、で、その後に、まあ、元私立に行ってるよね。うんうんうん。普通に考えたらやっぱり僕らの時って、熊本、まあ、強かったし、阿蘇が結構抜けてた時代やったから、そこで一律なんで行ったんかなっていうのがすごい改めて、それなんか理由あったかな。いやー、もう本当皆さんからよくこういう質問をいただくんですけど、なんかもう単純に姉が一律高校に行ってたから、もうそのお姉ちゃん追っかけ、2つ上にお姉ちゃんがいて、でお姉ちゃん追っかけて行っただけで、なんだろう、もうお姉ちゃんとライバルになるつもりもなかったし、なんかもう選択肢が自分の中では、周りは結構ね、やっぱ日本で一番にならせてもらったから、まあもちろん阿蘇でしょみたいな感覚はあったのかもしれないけど、まあ私の中でも全然1ミリも迷いなく一律高校に行って、そしてまあもちろん日本一も目指すし、打倒阿蘇っていう感覚ももちろんあったし、だけどやっぱり団体戦は阿蘇高校に負けちゃって、で個人としても、まあ、阿蘇の、ね、同級生のコオロギあゆみさんっていたんだけど、ね、その子に負けちゃって、県も全国大会決勝で負けて、そして3年生の時は頑張るぞって思ったんだけど、福永香織がいたのよ3年生の時。あ、そうそう、後々金谷で同期になるんだけど、その西香織がね、また強くてインターハイチャンピオンになっちゃって、全然インターハイにも出れなくて、そんな感じだったけど、でも一律でまあ、強敵の阿蘇をいながら、ここで頑張って戦って、すごいね。いやー、でもなんかやっぱり金谷に行ってみて思ったんだけど、やっぱちょっと足りなかったかなって思った。なんか稽古の取り組み方もそうだし、なんか目標がやっぱり、なんだろう、阿蘇をどうにかして倒そうみたいな感じでやっぱ思っちゃうから、それから金谷に行ってからはもう相手がどことかじゃなくて、もう目標日本一、もう日本一目標っていうか、ならなきゃいけない場所に行って、初めてなんか視界が変わったっていうか、阿蘇も多分そういうゾーンに入ってたんだと思うから、敵が菊池、熊本一律とか、なんかその時強かった学校がどこそこあったけど、相手とかよりも日本一と戦ってた感覚だったのかなと思うと、やっぱちょっと次元が違ったなっていうのは金谷に行って初めて感じたかな。あ、そう、元のレベルのところ、そうそうそう、足りなかったなと思った、でもそこからその昔高校の時ライバルやったメンバーが金谷にまた集まって、それはまたあれでしょ、でも部内でもライバルながら一緒に戦ってきて、その尾形さんの時だって金谷のもう女子の全盛期っていうか5連覇かかってた時ですね。そうね、すごい強かったもん、びっくりしたもん、もうほんと大学入って4年生の先輩たち、なんか庄島先輩とか岸本先輩とかものすごい強くて、でもうその3年生の時には3年生には姉がいて、そして一つ上には土橋先輩とか、あそこのね、もうキャプテンの土橋先輩とかいて、同期には福永香織がいるでしょ、そして下には岡田坪田下川だよ、やばいね、やばいよね、うるせえ、もうなんか私が一番弱かったから、本当に冗談抜きでお世辞で、なんかなんていうの、謙遜してるわけじゃなくて、一番弱くて、ものすごかった、周りが。でも、尾形さんの性格上、そこでだからといって、引かなかったでしょ。いやー、もう引かないかだけど、なんていうの、自分の分を、わきまえた感じもある、なんか、あ、みんな強いから。で、キャプテンもさせてもらって、まあ、大将やってたんだけど、なんか下手に私がこう中に入って
リズム崩すぐらいだったらもう大将置いとった方がいいかなぐらいの感覚で置かれてるっていう風になんか思ってたもん本当に、うん、それぐらい周りが強かったからだけん、なんだろう、もう稽古もまず受けないでしょ、もうなんか、むしゃらやらなきゃいけないし、稽古だったら足りないと思って、走り込みやったりとか、バーベル上げたりとか、うん、もうサンドバッグついたりとか、まあ、そこのトレーニングとかの努力に関しては、は負けてないかなっては思うけど、まあ、努力のね、その時間とっていうのはちょっと比べるもんじゃないからわからないけど、まあ負けないぐらいのことはやったんじゃないかなっていうふうに思うけど、うん、尾形さんからして高校の時とまずその、まあ、大学になってから、まあ、いろいろ環境も変わったこともあると思うけど、何かこう自分でその強いメンバーの中で、まあ、でもやっぱりこうレギュラー目指してやって、まあ、レギュラーも獲得して、でその5連覇っていうプレッシャーを抱えながら戦ってきたと思うんだけど、なんか大学時代で一番こう自分でこう崩したこととか、その高校と大学の時とこうちょっとこう変えたこととか何かある？変えたことっていうか、あの鹿屋が何ていうかな、絶対日本取らなきゃ選手になれないみたいなところがあって、超攻撃型だったの。うん、カノヤが。でも国際はあの恩師が雨森隆先生って言って、教育大出身の先生で、初立ちからボーンと飛んでいったらダメみたいな、こうしっかり攻め合って、うんうんうん、あの中心割って機械を捉えて打つみたいな感じの指導をしていただいたから、もうカルチャーショックで、もう初立ちから行く、崩す、連続で技をこう繰り出すみたいな感じで、もう国分先生が求められてたのが日本取れる人間しか使わないみたいなだったから、もうとにかくこう打ち続けれるだけの体力と、もうこれがダメだったらこの技この技この技っていう、もう展開の速さとか、もう一本を取るためにどんくらい執着心持ってやるのかとか、まあそういったところはもう全然もう異次元の世界だった感じがする。そこに関してはもうすごく考えさせられた。なんか何をしなさいっていうふうに言われないわけだけど、日本取らなきゃいけないからじっくりやって日本取ってもいいし、もうとにかく手数出して日本取ってもいいし、結果どうやったら取れるのかっていうのをすごく考えさせられた。あ、うん、やっぱいろいろ大学特殊だと面白いな、話聞いたら、うんうんうん、あ、僕の前はその PL から中央行った時に、うん、もう、なんてやろう。PL 場合はもう一足一刀で、基本は麺。コテとか銅とかほとんど打ったことなくて、中段行ったらやっぱり試合うまい人だらけで、うんうんうん、割とこうスタイリング、うん、でそこのところをすぐに勉強になって、うんうんうん、高校まではロボットみたいな剣道したけど、うん、大学入ってもうそれじゃ全然働いてなかったから、うんうんうん、そこで中央大学入ってから打つタイミングとその、まあ、まず自分の間合いとタイミングっていうのを研究して、うん、でそれで自分が打てる部分で相手が打てないところ、うんうん、それをずっと研究していって、やっと戦いあの部内で戦えるようになって、結構その今聞いてたら攻撃的攻撃というよりは、中央はそっちよりも相手を引き出してとか、うん、結構やっぱりいろんな人の話聞くと、まあ、それぞれの特徴があって、まあ、剣道は深いね。深い、ほんと、もうなんか多分引き出すとかいう感覚なかったもんね、うん、なんか私はね、もうなんか本当に何かこう攻めが強いっていうわけでもなく、なんだろう、まあ、ずば抜けてたって言ったら、何か一つ特徴があるって言ったら運動神経が良かったぐらい。おお、なんか私どこからでもとにかく、え、そんな運動神経いいの？いや、運動神経は良かったね、すごい運動神経は良かった。だけどもう剣道が何かものすごくこう得意技がなんだとかいうものも、なんか自分でよくわからないの、本当今でもわからないけど、だけど、あの特徴って言ったら運動神経の良さと
気持ちが強いくらい、なんか、あの、肝っ玉、うん、なんだろう、もう勝負どころになったら負けん気持っていけるぐらい、だから、得意技気持ちみたいな感じ。あの、大学の4年生の時の決勝戦であれ、大将戦じゃなかったの？うん、大将戦だった。日本取らなきゃいけないところだったの。あ、日本取らなかったんや。そう。だからなんか、なんだろう。今まで、前がほんと強すぎたから、先方が下川で、次方坪田、中堅福永、岡田。だから、もう大将戦なんか一回もなかったよね。だけど、もう、その全日本の学生の決勝の時だけ、もう日本取らないと代表戦にならないっていう場面がやってきた。でもなんか不思議とね、なんかずっとこう、国分先生から日本取れ、日本取れって言われてたから、なんか日本取らなきゃいけないから、うわーっていうふうには全然ならなかった。日本取れば、もう代表戦なんか出るつもりないからね、もう一切。もうこの本割4分間で日本取れば、もう誰かにパスができるっていう、もう単純にそれしかなかったから、別に緊張したりとかなんか舞い上がってたりとか気負ったりとかいうのは一切なかったような感じです。すごいね、精神力半端ないね。いやもうその時はもう本当それに欠けてたから、もう今なんかもうグズグズよ。そんなことグズグズ。いや本当にもう10年ぶりに試合に出て、もう本当もうへっぽこ、もう自分でもうなんか面白いの、もう観客席の父親に私どうやって一本取ったっけって試合中聞きに行った。